フットマネシツグミは、マネシツグミ科の鳥類の一種であり、エスパニョムッキンバードとも呼ばれる。エクアドルのガラパゴス諸島のうちエスパニョラ島の固有種であり、ガラパゴス群島に固有で密接に関連する4種のマネシツグミ類のうちの一種である。乾燥林に生息し、雑食であるが、種として肉食ないし腐食性である。縄張りを有する高度な社会的構造を持ち、また人を恐れない。 フットマネシツグミは、チャールズ・ダーウィンが、ビーグル号の航海において観察及び、採集しなかった、ガラパゴスマネシツグミ類の唯一の種である。全長、くちばしとも大きい。全長28センチメートルで、諸島のガラパゴスマネシツグミ類の中では、最大種となる。上面は、肺褐色で、他のガラパゴスマネシツグミ類と、同じく、白色の下腹に、 灰色のブチと褐色の羽毛がある。長い尾と足が特徴的な外観を与えている。長細いくちばしは海鳥の卵をつつくのに役立つ。フットマネシツグミはガラパゴスマネシツグミ類の中で最も大きなくちばしを持つ。この種は他のガラパゴスマネシツグミ類とともに地理的に近いエクアドル本土の黒ひげマネシツグミとの 関連も指摘されるが、最も禁煙な種はバハママネシツグミである。生息地は熱帯、または熱帯の乾燥林及び乾燥低木地である。エスパニョラ島と、そこから1キロメートルも離れていないガードナー小島にのみ分布し、島の乾燥低木全体にわたり生息する。フットマネシツグミは、種としてその分布が限定された領域であることから、 バードライフインターナショナルにより野生における気球種と考えられている。脆弱な生態系と悪天候の高い危険性が特に個体数減少の危険に種をさらしている。生息数の調査は行われていない。旅行者のボトルから水を飲もうとするフットマネシツグミ。極めて活動的で好奇心が強く、全く人を恐れない。食物や飲み物あるいは何か変わったものを探して、 旅行者の後を追う。場合によっては、水筒をつつくことで旅行者から水を栄養する。あまり飛翔せず、むしろ歩くことが多い。家族群で強い社会構造が形成される。強い縄張り意識を有し、その縄張りで狩りを行う場合も、他の群れから縄張りを守る場合も、群れで協力する。群れのより低いくらいの個体は、若い鳥の世話をするのを助ける。 批判食期には40羽までの群れとしてより集まる。雑食であるが、主に捕食性ないし腐食性である。島に映像する海鳥の卵を食べ、ガラパゴスバトの卵も採示する。また、生物の死骸や、例えば、ガラパゴスのすりのような他の捕食動物に飼られたものを食べる。ありがとうございます。